こんにちは、野田です。パワープロアプリやっていきます。今回はコラボ企画のお知らせですね。皆様にさせていただきたいと思います。先日、生放送でカズイントさんとコラボやりましょうということが決まりました。いや、ありがたいですね。で、その時に、まあどういう内容のコラボやりましょうかって話をしていて、で各高校のサクセス対決がいいんじゃないかと。いうことで、実はもう一本やりましたと。で、その結果は僕のチャンネルで上げる予定になってますので、ぜひぜひ皆様を追っかけていただければと思います。おそらく今週中には一発目がいけるんじゃないかなと。問題がなければね、何も。という感じの予定です。で、もし、まあ、何か問題が起きてしまった場合は翌週以降で考えてますが、なるべく早く皆様にお見せできるようにと考えております。で、一発目はブレインをやりましたと。で、ブレインやって二発目以降は今のところ、まあ何しましょうかねという感じになってます。で、サクセスを各高校でこう勝負をしていって、で、結果的に負けた方が罰ゲームやるという感じの話で進んでますね。もう本当にこればっかりは、こうサクセスの流れとか一発勝負なんで、まあ、いろんな要素が噛み合うので、まあ、正直どうなのかなっていう感じですよね。特に、カズさん。で、徳さんも、ものすごくサクセスお上手だという感じだと思うので、まあ、これは気を抜けないなという感じの対決になっていくのかなというところですね。で、そうですね。まあ、ブレイン終わったので、他まあやりたいなっていうのは SG とか、まあ、春芸とか、赤月とかも面白そうですね。バンプ、天空。で、シラス、メカニクス。この辺をやればいいのかな、なんて思っています。で、今のところは、経験点とか、あとは査定。選手の査定で勝負する形で、他にも何か要素を組み込めればなと思ってまして、もしご意見ありましたら、皆様の方からコメント欄にお寄せいただければ、できる限りで、入れさせていただきます。ちょっと難しいなとか、今回のコンセプトに合わないなというものは、申し訳ないんですが、取り入れなしという感じで考えています。で、このコラボ企画はぜひぜひ視聴者様の皆様ともこう作り上げていければなと思ってますんで、もうぜひ皆さん動画の方を見てくださいという話と、こういうのいいんじゃないんですかねというのがございましたら、ぜひぜひコメント欄にお寄せください。まあ、どうなんでしょうね。サクセス対決。難しいなぁ。なんかこう、テーマを持ってやりたいんですよね、やっぱり。今のところ、査定、経験点。あと多分面白そうかなと思ってるのが、金徳縛りとかが面白いかなと思っていて、まあ、お互い手持ちがそれなりに揃っていると思いますんで、まあ、確実にこの金徳は取ってとかね。まあ、キャッチャーとかが面白いかなと思っていて、9回の頭脳、囁き、バズーカ、マシレート、この辺は絶対取って他色つけるとかね。こういろんな形が考えられると思うので、まあ、そのあたりをやっていきたいですよね。僕、あとなんかアイディアあるかな。まあ、あとはイチローを作るとかね。で、どっちが良かったですか的なね。視聴者さんに決めてもらうとかもありかもしんないですね。あとは、なんか視聴者さんも、こう、一緒に参加できるようなサクセスも、一回くらい挟めたらいいなと思っていて、で、これ僕が一人で勝手に言ってるだけなので、まだ、カゼントさんに相談も何にもしてないです。僕が今、コラボ動画一本目終わって、勝手に思ったことを喋ってるだけです。なので、まあ、これが、本採用になるアイディアかもわかりませんし、まあ、実際に言えるかどうかわからないので、そのあたりは皆様、ご理解いただいて、僕の話を話半分に聞いていただければっていう感じですね。他、なんだろうなぁ。あとは、やっぱ運になりますけど、試合が。まあ、ピッチャーもやっていきたいですよね、何かの形で。まあ、変化球じゃなくてもいいけど、なんだろうなぁ。投手イベキャラで野手作成とかね。あ、逆か。野手イベキャラで投手作成とかね。まあ、いろんなこう、アイディアが僕自身はあるので、まあ、やっていければいいよな、なんては思ってます。
他なんか視聴者さんが参加できる系、この前僕がサクセスでやった条件解放なしデッキとかもやりたいですね、もしできればね、カズエンドさん側がねとは思ってます。でまあなかなかいろんなサクセスが、いろんなサクセスをか出していけるんじゃないかなというところですね。やっぱりこうせっかくいろんなことをやることにはなってますので、まあ面白いことをやっていければなと。特に今バトスタ期間でメカニクス高校のサクセス攻略もある程度まあやってはいたので、野手は SS、 まあ金徳の取り違いで SS ファンを逃したやつですけど、野手は SS と、投手も一応 SS 作れたので、まあまた新キャラ入ってきてどうかなっていう感じのこう期間になっているかなと思っているので、まあ今のうちにこういろんなことを進められればなと思ってますね。他何がやれるんだろうな。まあさすがにガチャ対決とかやってしまうとちょっとものすごいことになってしまうので、それはどうかなとは思ってるんですけど、まあ基本的にはサクセス、あとはスタジアム、他なんだろうな。他、今んとこ思いつかないっすね。なんかあるかな。まあ、選手再現とか、あとなんだろう。あとは金徳不確定デッキとか面白いかもしれないっすね。金徳不確定だけで組んで、どっちが査定いくかとか面白いかもしれないっすね。そういうのもいいな。なんか、結構考え始めると、いろんなアイディアは出てきますね。で、あとは、ま、徳さんも混ぜて3人で作成するとか、こう、結構いろんなことがやれるんじゃないかなと、思ってはいます。で、こうね、皆さんにね、サクセスをより楽しんでいただけるよう、で、まあ、パワープロをより盛り上げられるようにね、もうパワープロめちゃくちゃ楽しいんでね、ぶっちゃけ、ぶっちゃけなくても、こんなに長く、こんなに毎日やってるんでね、さすがにつまんなかったらやんないですよねって話ですよね。なので、まあ、パワープロをちょっとでもね、盛り上げられるようにね、頑張っていきたいと思っております。他、なんだろう。他、なんでしょうね。僕なんか、イベキャラ覗きながら、なんか考えらんないかな。そうだなぁ。青銅高校キャラはいないか、とか面白いかなと思ったんですけどね。あとはもう本当に、走塁イベキャラのみとか、守備キャラのみとか、まあこう、いろんな、まあいろんなパターンが本当考えられるなぁと思っていて、ぜひ皆さんご意見ください。僕はこう、アイディアはそこそこポコポコ出るんですけど、まあそれの実現が果たして面白いのかとかは、結構こう、やっちゃうんですよね、まず。あ、もうやっちゃいましょう、みたいな。結構スピード感を持ってやってしまう方なので、こう、あんまり、なんでしょうね。考えてないわけじゃないんですけど、こう、深く考えて、こう、ゴーするタイプではなくて、ゴーしてある程度いいなって思ったアイデアをゴーして、ゴーしながら、こう、より良いものにしていくみたいなタイプなので、こう、バチッとこう、決めてくれる人がいれば、多分、さらにいいものになると思うんですよね。なので、こう、皆さんから意見を集めさせていただいて、もし可能であればね、アドバイスいただいて、こう、やっていければ、この対決動画も本当によりいいものにしていけるんじゃないかなと、思っております。でね、最後はね、しっかりと勝って優秀の美を飾りたいと思ってるんですが、今のところは何とも言えませんね。まだ何戦も残っているので、まあお互いにね、死力を尽くして頑張っていきたいとは思っております。イベキャラね。何がいいんだろうな。やっぱ自前35とかはやりたいな。とか絶対面白いと思うんですよね。見てる方々も。おそらく、
なんでしょう、こう、僕もカゼンゴさんも結構、まあ、デッキパワーが揃ってる方だと思うので、ソウルサクセスは結構毎日出していて、そうではなくて、もうちょっと、こう、デッキパワーを下げたような、入れキャラで、こう、ワイワイやるのも、こういう機会では楽しいのかなと。で、僕自身も、この前、視聴者さんのコメントからね、こう、デッキパワーたまには下げたもんを、まあ、見てみたいですと。いうリクエストがありまして、それは確かにそうかもなと僕も感じていて、で、こう毎日出してくださいとかはやっぱり難しいんですけど、まあたまになら、そういうのもありかなと思ってこの前出したんですよ、SS 選手のやつ。で、確かにそれ相応の苦労はあったんですけど、まあ本当にありがたいことにご反響いただきまして、まあこれは続けてもいいよなっていう感じはしてるんですよね。たまーにですけど、本当に。多分一月に一回やるかやらないかくらいかもしれませんけど、まあかなり面白かったなと僕自身も。本当にこういろんなことを考えて、その時のデッキなんだっけな。選手間違って消してないよね。ちょっと待ってください。育成順かな？こいつか。こいつですね。で、この選手でなんとか行きましたと。で、こう、いろんなことを考えるのが楽しくて、まあ、じゃあまず、どこの高校かな。やっぱ、招き猫の関係でしらすかなっていうところから始めて、で、じゃあ、デッキどうしようかなって。で、ルシファーはやっぱりもう唯一無二のイベキャラだと思うんですよ。なんで僕も速攻で50にしたんですけど、やっぱしらすで無限骨出て、試合経験出て、経験点持ちで、しかも、イベント体力消費なしで1000球眼くれて、で、もうなんか火の打ちどころがないイベキャラなんですね。こういうボーナス持っててと。なんで、まあ、ルシファーは外せないだろうなというところから始めて、で、まあ、気迫ヘッドワークですよね。ホムラの海。で、一番初めはホムラ入れたデッキとかもやって、それも多分後々公開すると思うんですけど、まあ、それがあんましうまくはまんなかったと。で、脳みにした途端一気ハマったんで、まあ脳みの方がやっぱ練習メンタルっていうところが強いですよね。そのイベント動向っていうよりは。とにかく踏めた時の恩恵がとても大きいと。技術と精神入って体力を回復するんでね。体力の回復がまあ最も大きいんで、僕は、こう、この低レベルだけじゃなくて、ホムラ、脳み論争はまあ脳み派という感じはありますね。ホムラもめちゃめちゃ強いんですけど、まあ、どっち使うって言われたらノーミーって感じですね、僕は。あとは、まあ、高校のイベント数とか、前後の関係でホムラを使うことももちろんあります。ただ、何の、こう、縛りもない話で、誰使いますかって言われたらノーミーかな、という感じですね。で、レベル35のデッキ、もしくは PSR40 ですね、条件解放なしで組むときに、じゃあ他どうしようってなってて、で、まあ、まず、一番初めに考えるのって筋力と技術どこから供給しますかっていう話なんですよね。で、ルシファーと、まあ、ルシファーが筋力で、あとじゃあ技術、ね、もうちょっと筋力積みたいってことで、まずサイガー、レベル35ではもうおそらく最強クラスの強さがあるので、サイガーを入れて、で、その後入れですね、また誰にしようかなって手持ちを見ていて、で、まあ、正直いなかったんですよ。誰も入れられないな、みたいな感じだったんですよ。で、結局、こう、上限解放したキャラばかりになってしまっているので、ボックスの中が。まあ、いないと。あ、じゃあどうしようと。どうしようってなった時に、あ、そういえば SR はプラス5にしたから、PSR はそのまま取ってやったナルミがいるやと。で、ナルミを入れて、で、あと、マイベ枠ですよね。で、ここに、できたら筋力、か、技術を指したくて、試したのか、神宮寺とか、あと誰試したかな？神宮寺と、いや、35結構試したんですよね。裏の方のボックスか。こっちか。あ、なぎちゃんの37とかも一応試しました。あと、カオルも35試しましたし、カオル試したっけな？あ、試してる。あと、誰試したかな？
あ、小平ですね。小平も試しましたね。結構こう、まあ、試したんですよ。で、試して、なんかこう違うなと。なんかうまくはまんないなと。まあ、神宮寺やっぱ深くて、で、強いんですけど、ノーミートもコンバって深くてなんで、まあ、結構外れるなと。はまらないと SS なかなか難しいね。このデッキだと。で、まあ、難しいなと思っていて、小平も、まあ、確かに強いんだけど、まあ、精神過剰気味で、まあ、筋力足んねえなっていう感じで、こう、悶々としていて、で、僕が一番初めの PSR ガチャ券で当てた河本ですね。あ、いるじゃんと。いるじゃんと。河本いるじゃんと。いうところで、河本入れたら、まあ、2回ぐらいでいけましたね。なので、まあ、そういうデッキを考えることも楽しいですし、それを実際にね、サクセスして、こう進んでいくのも楽しいので、まあそういったことももし、カズエンドさんがデコ相談可能だったらやっていきたいなという感じでございますね。いやー、もう今週中に頑張って一本。どうだろうな、多分大丈夫だと思うんですけどね。もし来週中にずれ込んだら申し訳ないです。今週中のどこか、まあ、どこかにしといてください。明日とか明後日とかはこう、ズバッと言えないので、まだこう、いろんなファイルとか条件を見てないんで。まあそこを、詰めながら、またツイッターとかでも告知すると思うので、ぜひぜひ皆様、僕のツイッターフォローいただければ嬉しいです。また、動画ですね、サクセス動画に、対決動画に関するコメントお待ちしております。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下に、僕のアイコン、動画の下に YouTube アイコンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録をお願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、こちらもフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。